こんにちは、フルーティストの斉藤寛です。ザ・フルート連載企画とってもデュエッツ第2回目の今回は風の谷のナウシカよりレクイエムです。この曲は前半後半の2部構成になっています。それぞれ分けて練習していきたいと思います。重ね撮りの方法については準備編ということで他に動画を上げてますので、そちらを確認してください。では早速前半から進めたいと思います。この曲がどんな曲だったか、ちょっと聞いてみたいと思います。このような曲でした。それでは早速、ロングトーンの練習から始めたいと思います。この曲はピアノからメゾピアノくらいの柔らかな音色で奏でられる音楽です。その音色を作っていくためにも大事なロングトーンの練習です。このロングトーン、ポイントとしてはできるだけ少ない息で柔らかく、しかしかすれないで、そんな音色を目指す練習です。具体的には息の出し方、唇だけではなくて、まあ、俗にねお腹からって言ったりしますけど、そんなこと言われたってよくわかんないというので、ちょっとした技を教えたいと思います。ですね、まず、まあ、これは最初の4小節間はミフラットから始まりますが、フルートの中音のミの指、この指に薬指のこのトリルキーを押さえて吹いてみます。最初にね、で離します。押さえます。これを押した時に音色が大きく崩れない息で吹き始める。それが大事なことですね。もしピュッ大きく変わるようだと、それは息を出しすぎということなので、この変化の少ない息をまず作ってから吹き始める。ミフラットはそれの隣の音なので同じ息で吹けますね。
後半は同じ旋律で今度はヘ長調で出てきます。で、ミからラというのは結構離れていますよね。音域が上がるとどうしても息の量が増えてしまうので、このミと同じ感じでラフラットを吹くのはもしかして難しいかもしれません、ね、クレッシェンドしちゃうかもしれない。なので次の胃腸の練習です。最初ミフラットからロングトーンを始めて、そして隣の調、そして隣、そして隣、はい、このように半音ずつ誘ってあげて誘ってあげて、同じ音色で、全ての調が吹けるようになるととってもいろんなところで、楽になる練習だと思います。次に全打音の練習です。4小節目からセカンドパートに出てきます。この全打音は伴奏の低音部分を担っているもので、必ず拍の頭に入れるようにしましょう。どうしても音楽が流れて拍の前に出てきてしまうと、和音が変わってしまうので必ず拍の頭に入れるようにしましょう。練習方法としては先に4小節間の前半のファーストパートのメロディーを録音して、それに合わせて全打音を入れたフレーズを一緒に吹いてタイミングを測ってください。次は、ファーストパートの旋律の練習です。譜面にはカンタービレとしか書いてないんですけれども、このカンタービレの中でやれることというのは実はたくさんあってですね、この破綻調の旋律から今度は後半のヘ短調のところまで盛り上げていく必要があります。どうしても直線的な歌い方になってしまう、それがなんかこう気持ちいい感じでね、吹きたくなってしまうんですけど、表現がすごく単調になってしまうんですね。上手に聞こえるのかもしれないけど、ここはそういうところではないので、一つ一つ小さなフレーズを歌いながら徐々にフレーズを積み重ねて音楽を盛り上げていくという方法がいいと思います。次は後半の練習です。この後半で大事なことは2点あります。一つはファーストパートの余韻の練習、もう一つはセカンドパートのアルペジオの練習です。では余韻の練習から始めたいと思います。楽譜の一番上にあるパート、
すべて四分音符で書いてあるこのパートはファーストパートの旋律の骨格だけを残したものです。この四分音符で余韻の練習をしましょう。どうしてもスタッカートを見ると短く切ってしまいたくなりますが、ここでは余韻を意識して演奏するようにしましょう。はい、悪い例はこれだとブチブチ切れてしまうので、一つ一つを大事に大切に譜面にクレッシェンドとディミネンド細かく書きましたが、息遣いはそのような感じです。はい、次はレガートとテヌートスタッカートセカンドパートの練習です。アルペジオはどうしても音と音が離れているのでガクガクした演奏になってしまいますが、そのようにならないように、気をつけながら練習します。どうしてもね、真ん中が飛び出たりしないようにフレーズごとにディミネンドしていく感じ。テヌートスタッカート、これの後半部分でも一緒です。はい、ゆっくりから、練習してぜひ身につけていただきたいと思います。先に下のパートを録音してから、一番上の四分音符の余韻の練習をして、そしてファーストパートの元のメロディーを吹いてもちゃんと余韻が残るような演奏になるように練習していきましょう。以上となります。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。